もともと普通のバレーボールをやってたんですけれども、がやめて OL をして、それで東京オリンピックが決まってステージを変えてビーチバレーの方でもう一回始めました。なるべく保湿をするようにして、まあ、最低限の女性のたしなみとして、まあ、砂をここから持ち帰らないようにしっかり落としていきます。あと1年となったので、もう本当にやり残すことのないようにそれまでしっかり準備して、心も体もパーフェクトな状態で迎えたいと思います。